マイクロソフトの障害ですね。全世界5000便欠航、航空金融インフラ混乱収束へということで、まあいろいろと盛り上がって大騒ぎになって、この日の朝刊段階ではようやく収束しそうだということですね。これマイクロソフト自体が悪いわけじゃなくて、ウイルスを撃退する、ウイルスを監視する、そういうソフトが入っていたわけですけども、そこのバグでもって、だからそういうね、ウイルスを撃退期待するソフトを作る会社ってやっぱ限られてますよね。そしてそのソフトを入れていた会社が世界中で、障害を起こしてしまったということですね。で、まあこれ前例のない規模ということで、まあちょっと読みましょう。世界的な大規模システム障害は運輸や金融といった基幹インフラに打撃を与えたほか、病院や政府機関にも影響が出て、20日にも一部でなお余波が残ったが、混乱は収束へと向かった。原因となったセキュリティソフトを提供するアメリカ IT 企業クラウドストライクは、前例のない規模の復旧作業を急いだ。クラウドストライクという対ウイルスソフトですね、セキュリティソフトの会社があって、結構アメリカでは IT 企業としてね、非常に評価されてるね、企業なんですけども、まあそこのセキュリティソフトが優秀だということで、世界中のね、たくさんの企業がそのセキュリティソフトを入れていた。そこがみんなバグによってね、システム障害に陥ってしまったということでした。で、日本でも飛行機が運休したり、いろいろとありました。で、障害はアメリカ IT 大手マイクロソフトの基本ソフト OS Windows 搭載のシステムで発生。クラウドストライクのソフト更新のプログラムにあった欠陥が原因。大規模障害は IT サービスを一握りの企業に頼る脆弱性をあらわにした。これですね、なんか皮肉な話なんですけどもね、デジタル社会脆弱性っていうんですよね。例えばマクドナルドがシステム障害で丸1日営業できませんとかあったじゃないですか。これアナログの世界だったら、どっかがチョンボしたりなんかミスっても全店舗店動く開けられないとか、それはないわけですけども、こうやってね、一つの基幹システムで動いてると、そこにもしバグが生じたら、その会社のシステムがオールダウン。まさにニコニコなんかもやられたわけですけども、一社だけならともかく、世界中のそのソフトを入れてる企業のシステムオールダウンとか、これはですね、なんか便利なのか便利じゃないのか。だから結局ね、便利な世の中になればなるほど、目に見えないところでリスクを抱えたり不便が生じたりするんですよね。大規模集約型の単純なシステムっていうのは、いざそれに何か誤作動が起きた時に、世界中がですね、その影響を受けるっていうね、ことで、結局今分散型社会っていうのが流行りなわけで、大規模集約型っていうのは19世紀まで、20世紀以降は分散型というね。だからインターネットって、どこの大型コンピューターがダウンしても、インターネットそのものがダウンすることはないじゃないですか。これはもう分散してるからですね。ところが日本の銀行の基幹システムみたいに、ホストコンピューターが中心にあって、それで動いてるシステムっていうのは、そこがダウンしたらオールダウンなわけですよ。だから分散型っていうのが実は柔軟で強いと言われているんですが、やっぱこれだけね、分散型って言って、インターネット的なね、分散をしておきながら、結局は中央集権的な大規模集約型な均一なシステムの上に動いていると、こういうですね、障害が起きる。で、これ今回はたまたまそういうミスって起きた世界規模の障害なんですけれども、これ戦争をちょっと意図してほしいんですけども、大規模サイバー攻撃をかけた時に、例えばじゃあ台湾有事が起きました。で、中国は台湾のあらゆるシステムを障害を起こさせようとするでしょうし、台湾は台湾でそれを防御しようとするし、中国側のですね、システムも攻撃するということがあるでしょう。ですから、ちょっとしたミスでこうなっちゃうぐらいですから、中国クラスのね、資金を持った組織が意図的に、例えば日本とか台湾のシステムをダウンさせようと思ったら、これはいろいろなやり方があるわけなんですね。ですから、まあちょっと本当に戦争が起きた時に、この程度じゃ済まないというか、飛行機がちょっとキャンセルされましたぐらいの話ではなくて、あらゆるものがですね、ジャックされたりとか、あらゆる情報が捏造されたりとか、そういうことが起こりうるということで、やっぱこれだけ便利な世の中、そういうね、脆弱性、弱さというものを含みながら発展していくということをですね、改めて見せつけられた気がします。そこでちょっともうちょっとね、この同じ中の記事ですけども、デジタル社会脆弱性を露呈というね、世界的システム障害、大企業組織一部 IT に依存。だって OS なんて、だってもうマイクロソフトと、まあ、Apple iOS ぐらいですもんね。あといろいろありますけども、本当に数社が世界中を席巻しているという状況ですからね。だからなんか不具合があったら、世界的な不具合になってしまうということですね。このクラウドストライクという会社なんで
ですけれども、2011年に設立してから、だからまだね13年ぐらいしか経ってないんですけど、急成長を遂げたソフトウェア界の花形と言われたベンチャー企業なんですけどもね、それが失墜した形になりました。株価もね一気に落ちましたね。障害は日本時間19日午後に始まった。クラウドストライクがセキュリティソフトファルコンの更新作業を始めた直後、マイクロソフトの Windows を搭載したパソコンなどに異常が出始め、画面が青くなり動作しなくなる現象が頻発、航空会社への影響が顕著だった。要因はサイバー攻撃への防御力を高めるため、通常行っている更新作業のプログラムにバグがあったためだ。1回のアップデートが世界中の多くの Windows システムをダウンさせたと。ですからセキュリティソフトのアップデートがかかった瞬間に世界中のね、そのソフトを入れてたマイクロソフトの OS のパソコンが動かなくなったということですよね。サイバー攻撃をするときはこういうことなわけですよね。ウイルス対策の皮肉って呼んでいきましょう。ファルコンはパソコンなどの先端をサイバー攻撃から守るエンドポイントセキュリティと呼ばれる機能を持つ。端末の不審な動作や通信をクラウドを通じて常時監視し、被害を最小限に抑える仕組み。コロナウイルスの世界的な流行以降、外部から仮想専用線 VPN 機器を使ってシステムに接続するリモートワークが増えた。この接続の欠陥を狙って身代金要求ウイルス、ランサムウェアなどに感染させるサイバー攻撃の被害が拡大し、端末側でのセキュリティ対策を後押しした。そうですね。だから普通社内の人は社内のコンピューターからアクセスする。外部からのアクセス、ここがですね攻撃の可能性があるので、要チェックなわけですけども、コロナの関係でリモートワークが増えると身内が社員とかが外部から接続するようになったわけですね。そうすると外部からの攻撃から守らなきゃいけないのに、これは関係者の接続なのか第三者からの接続なのか、もしくは自分たちの社員のパソコンが乗っ取られてるかもしれないわけで、ですからその外部からの接続に対してやっぱりの監視の目をさらにね高めていかなくてはいけないという状況になったわけですね。そしてそのセキュリティを高めていく、そういう更新の時にこのバグが生じたということですね。クラウドストライクはこの波に乗って、顧客基盤を拡大、世界の大企業など3万近くを超えるトップクラスのセキュリティ企業に、顧客側が少数の IT 企業への依存を高めたことで障害の規模が一気に拡大した。すごいですよこれ。イーロン・マスク、すごい的確な皮肉を言いましたね。サイバー攻撃を防ぐ取り組みが逆に攻撃を受けたかのような大規模な障害を招く結果になり、イーロン・マスク氏はこう皮肉った。ウイルス対策がウイルスだった。これ笑えないオチですけども、これもうウイルスに感染したのと同じことになっちゃったわけですよ。飛行機飛ばないとか、銀行お金引き出せないとか、政府のシステムダウンとか、もうウイルスかかったのと同じですよ。ウイルス対策が実はウイルスだったというね。いやー、これ笑えない皮肉ですけどもね。だからワクチンで死んじゃったみたいな話ですかね。いや本当に嫌な時代だなと思いますね。ところでニコニコはどうなんのかしら。もう月末ですけど、どう、なんか聞いてますか。もう1週間切ってるんですけど、一応7月末までには復旧するというお話でしたけども、どうなんですか。雰囲気的には重い、雰囲気が、雰囲気的には重い。やっぱ1週間前になると、あ、なんかいけそうですみたいななっても良さそうですけども、重い。そうですね、担当者にも連絡してるんですけど、ちょっと重い雰囲気、重い雰囲気、はっきり言えない雰囲気でした。はっきり言えない、だって1週間前になってはっきり言えないっていうのはちょっとやっぱ期待できないですかね。だってもう武田チャンネルはニコニコで始まったニコニコファーストですから、そのニコニコがダウンしたっきりだと、もうね、こちらとしてもね、ちょっとねえ、なんとかしてほしいなという気持ちですけども、でこれ復活したところで戻ってくるかとかね、いろいろとそういうのも 2,3 日だったらね、ともかく1ヶ月以上、2ヶ月か。だからニコニコの一本足打法だった人はもう瀕死の重傷を受けている可能性があるわけですよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。